こんばんは、 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。さあ今日はですね、大物アーティスト、大物俳優さんの YouTube 解説というビッグニュースがね、飛び込んできましたので、その話題です。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りのニュースや話題、また動画投稿の裏話などをゆるーく取り上げるラジオ番組です。よろしければフォロー、購読お願いします。さて今日はその誰がね、解説したかというと、なんと今をときめく人気俳優の佐藤健さんですよ。いやー、来ましたね。ね、あのお笑い芸人で宮迫さんとか、こうお笑い界のこうビッグネームが、YouTube チャンネル開設という話題が続きましたが、俳優さんにもね、いよいよその流れ来そうですね。これね、佐藤健さんというと、もうね、今をときめく、本当に今超絶旬な俳優さんですよね。アミューズという大手の事務所所属ということでは、まあ多分なかなか例がないんじゃないですかね。私も思いつく限り、本当にその時の旬の人がチャンネルを開設するっていうのは、ちょっとね、思い返しても、記憶ないんですよね。でほら、嵐さんが立ち上げた時もすごかったですけど、でもいよいよっていうタイミングだったじゃないですかね。で、かっこいいイケメンっていうことではね、福山雅治さんも、立ち上げてはいるんですけども、2015年3月なんですよね、立ち上げたのは。もうだから結構前で、でまあどちらかというとアーティスト寄りな、立ち位置でのチャンネル運営なので、ミュージックビデオの、公式動画ですとか、あとはなんか公式のラジオ番組かな、それの、動画版みたいのを上げてるという感じなんですよね。まあタレントさんっていうことで言えば、今年の3月14日に、渡辺直美さんが、立ち上げたと。まあ確かライブ配信、初回はライブ配信をドドーンと何時間もやって、ファンの度肝を抜いたみたいなのがニュースになっていたような気がします。で、先ほど確認したところですと、7.7 万人というチャンネル登録者数でした。いやー、インスタグラマーとしてね、君臨する渡辺直美さんですけども、やっぱり YouTube ね、なかなか苦戦してるなという印象ではありますよね。やっぱりね、 YouTube の読者層、リスナー層と、Instagram のファン層ってやっぱり全然違うんですよね。まあもちろん渡辺直美さんの Instagram フォロワー数っていうのはね、やっぱり初期の頃から始めてたというのがすごく大きいとは思うんですけど、まあなかなか苦戦してますよね。そうね、江頭さんとかのもうあの100万人達成のスピード感からすればね。そうで、福山雅治さんも、2015年から始められてはいるんですが、10.4 万人というチャンネル登録者数です。まあ本数がね、それほど多くなかったので、まあしょうがないですよね。さて佐藤健さんなんですけども、私はですね、やっぱりね、仮面ライダー電王の思い出が強いですね。逆に言うと佐藤健さんは、私は、かなり、なんでしょうね、俳優としてのキャリアは私の人生の中での、いろんな部分でオーバーラップしますね。私自身が、1995年に社会人になって、で、2007年っていうのはあれかな、結婚して、まあ子供が小さい感じか。
だからまあ平成いわゆる仮面ライダークーガーから始まって、特撮を見続けた時期だから30代前半か、うん、で、うん、毎週見てたっていう本当に、うん、で、まあ、デビュー作はまた違う作品なんですけども、まあ、ほぼデビューの翌年とかですかね、主演クラスとしては一番最初の作品が仮面ライダー電王というところで、まあそこはズバリもう全話見ていました。仮面ライダー電王の前に仮面ライダーカブトという、ライダーがやっていて、その主役が水島ヒロさんだったんですね。で水島ヒロさんがもう、イケメンでかつ、何でもできると、もう何でもできるクールなイケメン天才肌という主人公、俺様主人公だったんですね。でさらに主人公の名前が、天道総司なんですよ。だから今のね恋つづのドラマの天道先生、もうドラマの発表があった時にはライダーファンがざわついたものですよ。天道だみたいな感じでね。でその、何でもできる超絶イケメン主役の次に仮面ライダー電王という、もうなんか全く頼りない主人公という立ち位置で始まったのが電王なんですね。もう最弱最ダメな主人公っていう触れ込みで始まったのが電王でした。ですからその佐藤健さんがやったっていう佐藤健さん売りなキャッチフレーズでは当時なかったような気がします。どちらかというとその前作に比べて今度は最弱がライダーになったみたいな、そういう触れ込みだった気がします。まあ、それでもその最弱ぶり、なんかこう慌てて自転車押して自転車でこけるとかずっこけるとか、そういうずっこけぶりとかなよなよっとした喋り方とかがものすごくうまかったなという印象を今でも持ってます。うん、本当なんかその演技がお上手だなっていうのが今でも覚えてますね。でその仮面ライダー電王は、いろんなモンスターが彼に憑依して、憑依した瞬間にキャラが変わるんですね。イケイケな俺様なキャラになったり、あとちょっとナンパなイケボクになったり、あとはがっつりスポーツ系熱血なキャラになったり、あとはちょっとキレるタイプの怪しいタイプのキャラになったりとか、そういうキャラの使い分けを演じ分けておられて、当時からも演技力というのはすごい注目されていて、でダンスシーンなんかもあってむちゃくちゃダンスがうまいシーンがあってですね、そういうところも当時からもう話題になっていたぐらいです。そういうのをよく覚えて、今でも本当覚えてます。だからで、モンスターの吹き替えでも関智彦さんとか、鈴村健一さんとか今をときめく超絶有名な俳優さん、声優さんも出ていて、仮面ライダー電王というのは、まあ、ものすごくブレイクしたライダーなんですね。うん、だから多分女性ファンもものすごく多くて、未だに伝説的に語り継がれるライダーです。そうで、その印象が強いですね。で2013年、まあもともとそのアクションが得意ということで流浪に剣心ね、よく漫画の映画実写化ね、漫画の実写化ってよくね叩かれたりしますけど、流浪に剣心はねもう3作目まで作られるぐらい超絶ヒットしてる、まあ成功作ですよね。でもそれも多分その佐藤健さんの演技力、それからアクションのキレが、まあ、やっぱりあってこそだとは思うんですよね。であと一般に向けては2015年に天皇の料理番でその演技力がまあ見出されてというか、まあかなりこう知名度が上がって、2018年の、義母と娘のブルースとか、あとは朝ドラのね半分青いでしたっけ、朝ドラとかでもう完全にねお茶の間の人になって、誰しも知ってる国民的俳優という地位を確立して、今作の恋は続くよどこまでもでしたっけ、恋つづというドラマで
まあ、超絶イケメンぶりを発揮して、いるという、もうとにかく今をときめく俳優さん、まあ、ナンバーワン俳優、トップ俳優さんであることはもう間違いないわけですね。あとやってないのは結局大河ドラマだけぐらいですよね、きっとね。うん、まあこれで本当大河ドラマやったらね、すごいことになるんでしょうけど、多分忙しすぎて大河ドラマできないでしょうね。そうねえ、これだけ忙しかったら倒れてもなさそうなもんですけど、まあ、体力も終わりなんでしょうね。いやー、電王が好きすぎて思わず語り続けてしまった前半ですけども、はい、後半いきますね。で、さて、その YouTube チャンネル開設したというニュースが13月18日に、いろんなニュースサイトでお披露目されています。で、アミューズの公式サイトに、佐藤健公式サイトっていうのがさらにあって、でその中に公式ブログというのがあるんですね。でそこでも解説しましたということが書いてありました。まあマネージャーさんというか、スタッフの方が書いてる風な、公式ブログなんですが書いてありました。でぜひチャンネル登録してお待ちしてくださいね。第1回のゲストは上白石萌音さんですよって感じでこう書かれてですね、登録して待ってねって書かれているんですよ。だけどですよ、だけどリンクがない、リンクがない、リンクがない、エコーですよ。おい、どうなんだとちょっとスタッフちゃんとやれとで第1回が、まあ、ライブ配信とは書いてあったので、まあ本当にその確か20日かな、20日にライブ配信でズバーンって解説なのかもしれないですよ。にもだけども、だけどもですよ、 YouTube なら、通常動画であってもプレミアム公開とかできますし、ライブだったら確かそのライブの日時を設定して待機ページも作れるんですよ。それさえもやってないと。おい、しっかりしろと、運営ちょっとね、まあなんかその YouTube 慣れしてないなというのがものすごくわかる、運営さんの、バタバタぶりを感じますね。でちなみに佐藤健さんの動画は実は公式でももうすでに見れます。でものすごく期待していい仕上がりです。まあ、仕上がりってすごい上からな言い方で失礼ですけど、実はですね、公式にタケテレというファン向けの、まあ、有料動画というかそのファンクラブ向けの動画がもうあるんですね。2013年5月1日から月1で佐藤さんが本当にこうなんかバラエティ番組で一人語り的な番組、まあ、サムネを見る限りはですよ。で月1でもう動画やってるんですね。ですから佐藤健さんの公式 YouTube 動画を見たいけど待ちきれないという人は、はい、これで検索してください。佐藤健タケテレダイジェスト、佐藤健タケテレダイジェストで検索してください。もうね、バラエティ番組のすごいカジュアルな感じの佐藤さんがね、画面からもう押し寄せてきますよ。でさらにアミューズという事務所がそのファン向けにグッズ販売をしていて、アスマートっていう公式通販チャンネルがあるんですね。でそこでも実は公式のそのダイジェストを動画にしています。ですから、スタッフブログでね、 YouTube のリンクがないながらも一応その公式、違法アップロードではなくて公式の動画が、タケテレ、それからアスマートでありますので、ぜひそこで見てみてください。で、佐藤健さん、まあ実はさらに、シュガーという、まあ、佐藤健さんと直接話せるということを歌い文句にしたアプリというのを実はやっていまして、でそれの、まあ、違法アップロード、ライブ配信なんかの動画は一応まあ見られます。まあファンの方がね勝手に上げられちゃうわけですよね、アプリですからね。うん、でもね確かものすごく、ね、彼は頭いいんですよね。だから
喋り方にしてもあの本当イケメンですよね。本当私のこの、おっさんトークとは違って本当ね、立ち振る舞い、喋り方、雰囲気、もう全てがイケメンですよね。ですからその、甘いひとときをいち早く感じたいという方はぜひ、佐藤健タケテレダイジェスト、それから、佐藤健アスマートなどで YouTube 検索していただいて、そのカジュアルな彼の、姿を見られるといいと思います。サムネをね見る限りはね、2015年8月のそのタケテレのダイジェストでね書き初めしてるんですけど、書き初めのね文字で何気にユニークな、あの個性的な字で、すごいね、なかなかいいです。なんかそういうギャップもいいんですよね。ギャップもね、そうそう、キュンキュンしちゃうでしょうね、ファンの人見たらね。そう、2015年8月の書き初め会とかはね、結構なんか、でも8月か、8月で書き初めってなんだろうな、まあまあいいや、うん、なんかね、いいですよ。すごいなんかアーティストっぽく、なんかかっこいいだけの映像が流れるんじゃなくて、ちゃんとそういうギャップ萌えができる内容になってるので、まあやっぱりあのさすがね、大手事務所だけあって分かってるなって感じの作り方ですね。崩し方もちゃんと分かってるって感じの動画になってますんで、すごく期待していいと思います。いやー、だから3月20日の公式配信、ちょっとね楽しみですね。ね、大物タレントさん、江頭さん以外はっていうとすごい失礼な言い方かもしれないですけど、江頭さん以外はね、こうなかなか芸能人さんでも難しいみたいなね、話題がちょっと最近多かったので、ちょっとね、佐藤健さん、今をときめく絶頂旬な超絶旬な時に出される大物著名人としてはね、ほんと久しぶりなので、とても注目しています。佐藤さん頑張ってください。はい、というわけで今日は久しぶりに YouTube 関祝いのニュースの話題でした。いやー、やっぱりね、なんかコロナの昨今ですから、明るい話題をね振りまいてほしいですね。うん、テレビとかパソコンとかゲームとかの前に居続けてしまうのはもうしょうがないですから、ぜひともね、そういう有名人の方々は僕らに勇気をね、勇気や希望を振りまいてほしいですね。うん、いや本当ね、コロナみんな頑張って、うん、手洗い、マスク、まあ、マスクはないから手作りとかで手洗い、マスク、それからね、クラスターに行かない、なんとかこう耐え忍いでコロナ頑張って打ち負かしましょうね。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない、明日が皆さんにとって良い日でありますように。おやすみなさい。